にちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入るその前に、オンラインサロンで楽しくやらせていただいています。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日のね、質問ですが、これって合ってる間違ってるということで、いろんな、ね、トレーニングとかの方法とかもね、話があったりするんですけども、どういったことをね、ワンちゃんに教えていったらいいのかなっていうのがわからないことも多いと思いますので、その中でもね、質問の多いものに答えていきたいと思います。一つ目ですね、ご飯を待てで待たせてもいいですか？はい、ご飯を待てで待たせてもいいですかっていうことなんですけども、もちろんね、自分も食事中の待てっていうのはあんまり長い時間やらせない方がいいですよって言ってはいるんだけども、じゃあ待てをさせないでワンちゃんにバンバンご飯あげたらどうなるかっていうと、飛びついたりとかね、用意すると吠えるようになったりとか、そういうものが出てくると思います。長い時間待てをかけないようにしていきながら、じゃあどうやったらね、ワンちゃんに落ち着いた食事を教えていけるのかなってなってくると、まず一つ目ですね、与えるタイミングです。待てって言わなくてもいいんですけど、ドッグフード持ってきますよね、器ね。器はワンちゃんが届かない高さまで持ってきます。で、ワンちゃんが例えば吠えてたりとか、あとは欲しがって走り回ったりとかね、あと飛びついたりしてくることがあると思います。で、その時には飛びついたりとか走ったりする時にはフードを届かない高さまで持ってきます。で、そこから落ち着いたら与えてあげる。で、与えようとした瞬間にまた興奮しちゃうんだったら、また上にあげて、で、また落ち着いた隙にあげると。で、この時の注意点としては、落ち着いた隙にさってあげるようにしないと、ゆっくりあげようとするとワンちゃんも我慢の限界来るとまた飛びついたり始まっちゃいますので、待ては、かけちゃいけないわけじゃないんですけど、短い時間の待てを教えていくっていうのがすごく大事で、で、どちらかっていうと、どのぐらい待たせられるかっていうのも、どのタイミングで与えるかを気にしていただけたらいいと思います。2つ目ですね、トイレを外したら叱ってもいいですか？また叱ったら覚えたということを聞きました。はい、トイレをね、叱ったら覚えてくれましたっていうのをたまに聞くんですよ、自分も。で、本当にそれはね、あると思います。中にはトイレはここでしちゃダメでしょって叱られたことによって、あ、ここでしちゃダメなんだ、じゃあいつものトイレでってなる子たちも中にはいるんだけども、でも自分的には半々ぐらいかなと思ってて、あと半分は何っていうと、家の中でトイレしちゃいけないとか、人が見えるところでトイレしちゃいけないとか、勘違いする子たちが出てくるのかなということで、絶対それで教えられないわけではないんだけども、あまりおすすめは、個人的にはしない方法ですね。じゃあどうしたらいいのっていうと、まずトイレをね、失敗する時の原因っていうのは広さですね。サークルの中ではできるんだけども、フリーだとできないっていうのが、ワンちゃんの生活スペースが狭い、小さいですね、小の状態から、そこの中だときちんとできる、そこからいきなり大、大きい、広いところにしちゃうから、中間がないんですよね。なので中間を作ってあげて、中間のスペースでまずトイレができるかどうかっていう、その広さと、あとは運動ですね。ワンちゃんが興奮しやすい子は、うちでもね、トイレが覚えにくいというデータが取れてます。なのでしっかり運動をとってあげて、覚えるかどうかっていうところも見てってあげて、でさらにトイレがちゃんとできた時にはおやつで褒めてあげたりとかっていうのも有効だと思います。ただ、注意点としては、ちょっとだけおしっこ絞り出してくるとか、そういうことするようになる子もいるので、ちゃんとね、排泄をした時には褒めてあげるんだけども、ちょっとだけでこれは好ましくないなっていう排泄は、もちろんね、声かけてあげたり触ったりする分にはいいんだけども、おやつをあげたりとか特別な価値はつけない方がいいかもしれません。3つ目ですね、いたずらしたらハウスをしてもいいですか？はい、いたずらしたらハウスに入れてねって、たまにやっぱりね、これ聞くことあるんですけども、これもやっぱりあまり良くないですよね。なんでかっていうと、夜寝るときにハウスとか、何もしてないときにハウスって使ったときに、ワンちゃんは悪いことをしたときとしてないときの差が分かりません。なので、いけないことをしたからハウスっていうのはあんまり良くないんですけども、でも人が目を離すときにいたずらされそうだから、先にハウスを使って褒めてあげたりとかっていう方が使い方的にはいいんじゃないかなと思いますので、ぜひそんな風にしてみてください。はい、というわけでね、しつけトレーニングって言ってもたくさんあるんですけども、これどうしたらいいですかっていうのはね、結構わかんないこと多いと思います。で、そういったことっていうのはネットで調べてもらうといろんな方法が出てきちゃうんですけども、例えばね、さっきのトイレの叱る叱んないじゃないけど、どっちが合ってる間違ってるじゃなくって、それで覚えられた子はそれでいいと思うし、わざわざ変える必要性はないんだけども、ただわざわざ叱るという方法で教える必要性はないのかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、それはね、ワンちゃんの性格見ながらね、うまく使い分けて教えてみてはいかがでしょうか。